Suzuki。 さあということで民主主義編、ついに今回から本編突入という感じですかね。はい、古代ギリシャから、うん、はい、はい、で古代ギリシャって、うん、政治を語る上で結構避けて通れないんですよね、うん、というのも政治を語る概念の多くは古代ギリシャに起源を持ってるんですね、うん、なんかそもそも政治、まあ、英語でほらポリティクスっていう風に書くんですけれども、うん、この言葉からしてその語源は、そうね、都市国家を意味したポリスなんですよね、うん、ポリスですね。そう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 、うん、であとはその、ね、民主制も古代ギリシャ特にまあアテナイというまあポリスでもうすごくこう徹底的になされたっていう、もうケースも非常にやっぱ政治を語る上で非常に重要なケースになってるんですよね、うん、そこをまあ今回取り上げたいなというふうに思います、うん、あとは哲学者たちがいるんですよね、うん、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスといった天才たちが国の政治というのはどうあるべきかっていうことについてもうめちゃくちゃ考えるんですよね、うん、例えば哲学者のソクラテスっていうのはアテナイの民衆裁判で死刑を宣告されたんですよね、うん、でその衝撃から弟子のプラトンは理想の国家とは何なのかっていうことをもう一生懸命考えるんですよね、うん、さらにその後に出てくるアリストテレスは、うん、まあ、プラトンの考えたこととはまた違うことをまたちょっといろいろ考えてその理論としてこう提示してるっていう、うん、そういった天才たちの思考のこうプロセスもこの古代ギリシャの中で見ることができるんですよね。そういう話を今回していきたいなというふうに思います。バトンリレーみたいな感じでね、うんうん、なるほど、はい。でまあ、さっきヤンヤンが言ったみたいにその古代ギリシャに注目する理由っていうのは、まあ、ルーツがここにいろいろあるからなんですけど、うん、民主主義の営みっていうのがかなり徹底的に行われたんですよね。実はこのすごい昔の話なんだけど、うん、結構徹底して行われていると、うん、例えばその最盛期のアテナイの民主主義って一部の例外を除いて公職がですね、うん、その要は公務員ですよね、うん、抽選で選ばれてるんですよ。抽選って ランダムって、そういうことですね。くじです。だから自分が何の役職になるか分かんねえけどなったりする。まあ、でも日本でももう今裁判員制度とかそんな感じでいきなり裁判員にくじで選ばれたりするみたいな話に近いっていうかそのルーツみたいな感じなんだけど、そのまあ公平性みたいなものを重視しまくることによってそういうのをくじで選ぶみたいなことをやってたりだとか、あとはその民会っていう組織っていうか機関があるんだけれども、ここでまあその最終的な決定権みたいなのがあって、民会の外部で重要な決定がなされるっていうことはなかったんですよ。はい、あとはそうですね、さっき言った裁判員みたいなやつで陪審員みたいな制度もやっぱあって、うん、上位の為政者とか専門の裁判官とかがやるんじゃなくて平等な市民が裁判を行うみたいな、うん、ルールを前提に、規範やルールを共有していることを前提に裁判を行うみたいな、そういうこともしていたので、うん、まあ、結構本当に民主主義っぽいんだよね。すごいっすね、うん、それがちゃんと駆動してるのはすごいな、うんうん、で駆動していく中で彼らも経験を貯めてちょっとカスタマイズを実践の場でやっていくんですね、うんうんうん、っていう感じで、で、はい、もう一つ重要な点として古代ギリシアの人々、うん、まあ、特にアテナイの人々っていうのは民主主義のその制度と実践について非常になんか自覚的だったそうです。自覚的、つまりその自分たちがこういう仕組みで運用しているんだっていうすごい強いプライドと、うん、主体性みたいなのがある。そう、主体性とアイデンティティを持ってる、うん、なるほど、これは僕たちのスタイルなんだこれはみたいな、うん、これが俺らスタイルなんだみたいな感じでやってるんですよね。へー、あの、まあ、後でも出てくるんですけれども、ペリクレスっていうなんつうかな、アテナイ民主制の黄金時代に出てきたこう将軍と政治家がいるんですよね、うん、でその人が言ったとされる言葉の中にこういうことが残ってるんですよね、うん、我々が享受している政体、要するにこう政治の形ですよね、うん、隣国の法律を模範するようなものではなく、要するに隣の国の真似とかではなくて、うん、むしろ我々自身が他の人々の模範になっているものであると。あ、うん、そして少数者ではなく多数者によって治められているがゆえに名称においては民主制と呼ばれているっていう風に言ってるんですよ。だからイケてると思ってるんですよ。イケてると思ってる、自負を抱いてるんです、うん、なんかあれみたいな印象を受けました。スタートアップ企業が俺たちフラットな組織だよねみたいな、うん、なんか新入社員でもフル株でも全員平等に意見持っていいよね、うん、それがイケてるよねみたいな、うん、まあ近いかもしれないですよね、うん、まあ、このようなアテナイの民主制っていうのがじゃあどういうプロセスで誕生していったのかっていうのもちょっと一緒に見ていきたいと思うんですけど、当然その民主制が始まる前もですね、すでにアテナイではその貴族によるその民会や裁判みたいなのは行われていたそうなんですよね。で
まあ、王様も一応いたらしいんですけど、一番最初らへんは、うん、この王様も貴族たちとの関係においては絶対的な権力みたいな持ってなくて、うん、ちょっと優位に立ってますみたいなレベルの王様しかいなかったそうなんですよね。でこういう王様と貴族たちの中で一応その話し合いみたいなことは最初から行っていたそうなんですけど、当然まだ民衆とかは参加してないと、うん、はい。時間が経つにつれてこの王様っていうのはなんか没落していって、うん、貴族たちが共同で治めるようになっていくと、はい、ポリスをですね、都市国家を、うん、で交易や防衛に、まあ、貴族たちが共同して当たるようになってくると、うん、でそうこうするうちに今度は貴族だけじゃなくてですね、特にアテナイとかでは次第に平民が台頭してくると、はい、まあ、これ今まで何度かローマの歴史の時にも似たような話をしたし、うん、シーズン2でも多分似たような話してると思うんですけど、うん、まあ、平民の力っていうのが台頭してくるんですよね、うん、でそれ、まあ、端的でなんでかっていうと、やっぱ周りと戦う時に平民の力を借りないといけないから、うん、まあ、戦争に平民が参加しますと、はいはい、そうすると平民の声を聞かないといけなくなりますと、うん、でその平民の声を聞かないといけなくなると民主主義化していきますっていう、はいはい、まあ、第二次世界大戦以降に世界中で起こったのも実はこれだったんだけど、そうだよね、ここでそのアテナイにもこういうことが起こったと、うんうん、戦争の危機によって運命共同体っていう、こうアイデンティティが形成されると、そう、それにこの国を守ったのは俺らなんだ、だから俺らがこの国について決めるんだっていう気持ちも当然、うん、自然に芽生えてくるし、貴族も手伝ってもらってたのに、いやお前ら何もするなとか言えないわけだよね、うん、もう二度と助けてくれなくなっちゃうからさ、そんなことすると、うん、で実際この、 その重装歩兵じゃん、アテナイって、うん、この重装歩兵が自分でその武具とか用意しないといけなかったんだって、大変だ、はい、まあ、だからこそ余計発言権増しちゃいますよね、だから本当にただ戦争手伝ってくれてる人みたいになっちゃってるから、うん、すごい発言権が増してくるっていうのがあったそうです、うん、実際近代になっても第二次世界大戦後とかはさ、うん、その戦争した後に民主主義の国が増えたりとかしてるんだよね、うん、それなんでかというと今起こったような現象が起きてるんですよね、今までそのあんまり政治的な発言力を持ってなかった人が、自分たちは戦争でもういっぱい犠牲になった、自分たちの声も聞かせろよみたいな、自分たちもなんか分け前よこせよみたいな、うん、そういったものが実は近代でも戦争によっていろんな国で起こってるんですよね、うん、明治維新もこの流れの中でこういったことが起きてます、ね、まあ、よくある話、再現性のある現象ですね、そうそう、まあ、なんか理解できますね、はい、それは、うん、で、まあ、そうこうするうちにやっぱり貴族と平民の対立が深まってくるわけですよね、はい、既得権益を守りたい貴族と自分の権利を主張している平民が当然だけど対立しますと、はい、でその中で登場するのがペイシストラトスっていう人ですね、うん、このペイシストラトスっていうのは選手、あの潜るに主と書いて選手っていうんですけど、まあ、潜るの人弁のやつなんだけど、うん、選手と呼ばれる、これはチュラノス、うん、ティラノサウルスの語源なんだけどね、え、なんだそれ、豆知識、うん、まあ、力で好きなようにするみたいな意味なんですけど、ね、うん、ティラノスって呼ばれるんだけど、まあ、選手と呼ばれます、だから正当な王様じゃないんだけど王様のように、うん、に振る舞う人って意味ですね、はい、まあ、実力で君主の地位を簒奪した人物のことですね、うん、はい、でこのペイシストラトスっていう人が急に出てきて、うん、この人が武力によってクーデターを起こしてですね、アテナイの統治権っていうのを獲得しちゃうんですね。でこのペイシストラトスがこのクーデターを起こすことに成功したのが、そもそも平民の支持によるものであったと、うん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 、彼はもともと貴族出身だったんだけれども、平民の力によって権力の座についたので、うんうん、めちゃくちゃ平民にとっての政治っていうのをやるんですよ。なるほど、そりゃそうだ、はい、民衆にとって抑圧的な政治っていうのはやらないようになって、うん、親平民的な、親しくするっていうですね、うん、平民に親しくするような政治っていうのを展開していきます、うんうん、だから独裁制なんだけど、うん、この時のアテナイっていうのはそのペイシストラトスという選手による独裁制なんだけれども、平民のための政治をやってる状態だよね。なるほど、はい、うん、なんだけれども、この後のそのペイシストラトスの息子ですね、うん、息子になると、まあ、息子はそんな恩義感じてないからさ、うん、圧政を敷くんですよ。平民に対して恩義を感じてないってことですね。そうです、はい、はい、うん、で圧政を敷いた結果、うん、このヒッピアスって言うんですけどね、うん、息子がこのヒッピアスがアテナイを追放されます。へえ、うん、はい、でこのアテナイを追放されたことによって、アテナイでは民主主義っていうのが実現していく。
アテナイの市民は、まあ、一人支配の恣意的な政治によって、まあ、人々の生命が脅かされるっていう恐怖を、まあ、経験してたので、うん、もう嫌だってなったわけですね。もう独裁者嫌だってなって、もう自分たちでやろうよってなったんですよ、ここでアテナイが、はいはいはい、この反動の力でね、うん、これローマもそうだったよね。ローマも王様がいて、うん、でもう王様嫌だってなって、はい、それで権力分散体制を取って、彼らは共和制なんだけど、アテナイはここで民主制っていうのを確立するわけですね。はい、いやー、経験してるっていうのがでかいな、国がね。そうですね、なんか失敗を、はい、なるほどな、いろいろ再現性ありそうやな、これ、はいはい、ここでまあ一人の天才と呼んでいいんだと思うんですけど、はい、指導者が出てきます。これがクレイステネスっていう人ですね。このアテナイの民主主義っていうのを確立した人物というふうにまあ言われている人ですね。ほいほい、なんかね、どうやらクレイステネスは特別な役職にもついてないし、特別な権力さえ持ってなかったそうです。え、じゃあ何をやってたんやろ。単純にその民主主義している民衆の中でめっちゃ多分カリスマだったんだよね。へえ、うん、人気者ただ人気ある人役職人気者ってかっこいいな、うん、役職はないけどなんか、ね、発言力さ、そうそう、ね、民会で決めるって言ってたじゃん、はい、でこの民会で決めるんだけど、多分この人がその民会の中でこうした方がいいんじゃないみたいな話をして、うん、そうだそうだっつって決まっていくカリスマが出てくるっていうね、うん、なるほど、うん、で次々と改革を行っていくわけですね、はいはい、もう一市民の資格で民会に提案を行っていって、それが採択されるっていう、これクレイステネスの改革っていうんですけど、あのいろんな改革をして、これでさらに民主主義化していくんですよ。民主性がさらにブラッシュアップされていくと。でこのクレイステネスの改革のうち、まあ非常に有名なのが十部族制の導入と500人評議会っていうのがあるんですけど、この十部族制の導入っていうのがですね、まあ一言で言うと、それまでは血縁から選出される行政機関みたいなのがあったんですよ。はいはいはい、それの代わりに血縁みたいなものの、なんていうかな、この遅延とか血縁みたいなのを活かせないような状態で行政機関を作るんですよね、うん、まず。十の部族っていう意味で、十部族。十の部族っていう意味での十部族制って書いてあるんですけども、はいはいはい、まあだからもともと多分十部族いるわけじゃなくて、はいはい、無理やり十部族作っちゃうみたいな感覚なんですよね。はいはい、なんかその沿岸部の人と山間部の人って、うん、その困ってることとか欲しいものが違うじゃん、うんうん、でこの人たちをわざと同じ部族みたいな感じで一つのそのデーモスっていう区分に入れちゃうんですよね。へー、デーモスっていうのはなんか中央区とかの区なんだけど、はいはいはい、これに入れちゃう、はい、別々の利害の人たちをくっつけて一つの区の人としてもう成り立たせちゃう、シャッフルさせて、シャッフルさせちゃうみたいな、その利害関係が均等になるようにならす、でこの利害関係が均等になった区から抽選で何人選出するっていうのを決めて評議会を作る、うん、でこの評議会がなんかこう行政を担ってるみたいな、評議会なのに行政っていうのが立法機関じゃなくて行政機関なんですよね、これ、はいはいはい、なんですけど、はい、その要はその国の役人みたいな選び方が、うん、例えばだけど福岡県となんか香川県みたいな全然利害違う人をゴーンってぶっくっつけて、そっからランダムに選ぶみたいなことをすることによって、はい、あんまり結託ができないようにするっていう、そう、へえ、血縁ベースに結託してどっかの分離益だけを突出させるような動きを多分防いでるんでしょうね。まあどうしても人間って組織も国家もそうなんですけれども、うん、その利害関係みたいなのが固定化していって、うん、自分の立場を守るために既得権益ムーブしまくるじゃないですか、うん、人間って、はいはいはい、でこの既得権益ムーブみたいなものがもう仕組み上できないとか、うん、既得権益がそもそも生じないみたいなものをシステマチックに考えてるっていうことになりますよね、うん、これはすごいよう思いついたなって感じですね、うん、でもちょっと執念を感じる。でもちょっと話それますけど、はい、同じことをやった人がアジアにもいるんですよね。昭和なんですよ、知ってます、覚えてますか、前ね、中国の秦の遥か昔、秦、はいはい、の始皇帝の多分だいぶ、うん、だいたい100年前かな、100年前の放火の改革者なんですよね。で大体似たようなことをやってるんですよね、まあ、ただその目的は深井君が話したものとは逆で、その権力を集中させる、君主に対して権力を集中させる、皇帝権力を確立するためにやったんだけど、ね、そうそうやったんだけど、その昭和が何をやったかというと、当時の中国っていうのはまさに それぞれの地域に氏族制がベースになってたんですよね、要するに血縁関係で固まってたんですよ。でその氏族制の社会では個人っていうのは目上のものに従わないといけなかったんですね、うんうん、その目上の上のっていうのは自分の親だったりとか、その家の長だったりとか、うん、まあ、さらにその上のローカルの権力者のことを言ったりするんですけれども、うん、じゃあその君主がそのローカルの権力者と対立した時に
個人っていうのは自分の身近な方、つまりローカルの権力者だったりとか自分の親の方を正しいものとしてそれに従わないといけないんですよ、うんうん、だから君主っていうのは直接その地方の個人をコントロールできないんですよね、はいはいはい、で君主のために命を懸ける軍隊っていうのは生まれることもできないし、うん、あとは集落ごと血縁ベースで固まっててそれぞれ独自の秩序を形成してるから、うん、なかなかこう君主の力がバンって及ばないっていう状況だったんですけれども、うんうん、そこで昭和がですねこれ全部崩そうと全部バラバラにしよう個人を血縁ネットワークをバラバラにしてやろうっていうふうにやったんですよそうで、うん、主に2つのことをやって、うん、1つが分位のレイツってさまさにその氏族制のネットワークから個人を分断したんですよ、うん、1つの家に2人以上の男の子が生まれた場合に次男以下を全部家から追い出す、分家させるんですよ、うん、そうで分家されたその次男以下の人たちっていうのは国が指定した土地に行かないといけないんですよね、うん、それまで馴染みの場所からはるか離れたところで生活させられるんですよ、はあ、新しい場所でさらにそこに縁のゆかりもない家族をこうなんか一組として編成して互いに監視させるんですよ、ね、やばいよねやばすぎ鬼やん不正をする者がいないかっていう、うん、やばい。そうこういうふうにこう血縁のネットワークを破壊して個人をバラバラにしてそれに対して君主がもうガバッとトップダウンで自分のところに権力を集中させていくんですよね、うん、要するにその間にあるその氏族の個人との間に立っている権力者だったりとか、うん、その親とかのそういった血縁ベースの関係性を全部壁とかを全部排除するんですよね、うん、っていう似たようなムーブを古代ギリシャでもやってるっていうことなんですよ、うんうん、目的はね全然違うんだけ ど、そのやってることとして同じなのはやっぱりその遅延とか血縁だよね、土地のつながりとか血のつながりというしがらみみたいなものからこう切り離していくっていう個人をね。そうでアテナイの方は自由に発言させるためにそれをやってて、うんうん、その昭はその全く逆のためにそれをやってるんだけど、そう、そうだね、中央集権国家を作るために中央集権国家を作るためにそれをやってるんだけど、まあ、クレイステネスの改革に戻ると、うんうん、クレイステネスの改革の中ではそのさっき言ったような遅延血縁みたいなのを破壊した新しい重部属性みたいな新しいそのデーモス区域っていうのを作ることによって、はい、民会とか評議会とかでその話したりする前段階にその地域で話されてることとかがあるわけだよね、うんうん、その地域で話されてることとかがさみんな利害関係が同じ人たちだけで話してないから、うん、なんかこう均一化していくじゃん。なるほど。でそこから出てきた意見みたいなのがまた中央で話されるみたいになるので、うん、その既得権益が作りづらくなり続けるっていう現象がここで起こるわけですよね。なるほどね、うん、多分それぞれのところでなんか利益の方向性が違う人たちが相互牽制しながらその動きの中で出てきた意見が上がっていくっていうシステムを設計したんでしょうね、はい、うん、まあまあまあ理論的には分かるな、でも、うんうん、まあ、こんな感じで新しい改革をしてですね、まあ、結果的にどういう制度に成り立っているかっていうとこの時点でね、うん、それをちょっと簡単に説明すると、まず立法機関として民会っていうのがあるんですよね、うんうん、これみんなが議論している場所です、うん、でそのよくアテナイっていうとその議論してる姿とかを想像する人もいると思うんだよね、うんうん、なんかそのそれにあんまり遠くなくて、うん、まあ、ただマイクとかない時代だから、まあ、肉声で話してそれが伝わるレベルの人間の数みたいなので集まって話をしてるわけですよね、うん、でどうやらね、まあ、市民っていうのは最盛期の時 4,5 万人ぐらいいたんだけど、うん、重要な決議の時はこの民会に 6,000 人ぐらい集まるんだって。すごっ、うん、でその全員参加できるんだよこれ。全員参加できるんだけど、やっぱりその歩いて1日以上かかる人とかもいるし、民会って年に40回も開催されてるらしいからその40回全部参加するって無理じゃん、やっぱ遠い人とかが、うん、近い人とかだったらもしかしたら全部参加してたのかもしれないんだけど、その全部参加するとか無理な人とかも含めると、そのまあ 4,5 万人いたとしても、まあ、6,000 人ぐらいっていうのがまあマックスの参加人数だったらしくて、その会場の遺跡とか見るとどうやらその 6,000 人ぐらいだったんじゃないかっていうふうに言われていると、うん、半端ないな6000人、うん、この民会に関しては、まあ、全員が平等に発言ができて、うん、全員が平等な一票を持っているっていう状態であったそうです、へー、でこれが最高議決機関なので、うん、まあ、ここで決まったことが最高決定になるっていう感じですね、うんうん、まあ、当然ですけど女性と奴隷には参政権がない、う
まあ、参政権というか民会に参加する権利がないですね、この時代はね。まあ、その意味で今日的な意味で言う民主主義をそのままこれに当てはめるのは正確ではないということですね、だから全然違います。ただ、この2000年ぐらい前の段階でこういうなんていうかみんなの意見をなるべく平等に出してとか考えてるっていうのはセンセーショナルなことだよね。マジでって感じですよね。はい、こんなにシステマチックにやってるのがすごいな。システマチックにやってるね、はいはい、で行政機関としての500人評議会っていうのがあるんですよ、これはその常設の委員会みたいな存在で、さっき言ったその各部族から抽選で選ばれた任期1年の500人の評議員っていうのがで構成されていると。でこの500人の評議員っていうのがなんかどうやら毎日通わないといけなかったみたいな、ほぼだから選ばれるともう他の仕事できないんでしょうね。だからいいことなのか悪いことなのか分かんないんだけど、まあ選ばれるとその民会で決定した事項とかの実施とかを担当して、まあやってると役所みたいなことをやってた、まあそういうことでしょうね。そうですね、はいはいはい、実質的な政府の役割を果たしていたというふうに言われているので、役所もそうですし、その立法以外の全部やってるってことだよね。そうね、立法と司法以外のだから行政全部やってるってことになりますね、この時のアテナイのね。はい、で各部族から30歳以上の市民が50人ずつその抽選で選ばれると。でさっき10部族に分けたって言ってたんで、で500人集まってやりますと、いうことですよね。はい、で恐ろしいことに司法があります、はい、これもまあさっき出したったんだけど、その抽選で選出された1年任期で交代する6000人の陪審が民衆裁判所っていうのを設立して、ここでその死刑とか言ってるみたい。まあソクラテスはこれで死刑、これで死刑になっちゃう。多分多数決だと思いますけどここで、はい、っていう。もっとすごいのがね、その権力集中をその避けたいわけじゃん、アテナイの人たちは、この権力が集中しないシステムっていうのを持っていまして、一つ目が弾劾裁判、これ現代にもありますけれども、つい最近あのトランプ大統領が弾劾裁判されるっていう話で話題になりましたけど、まあこれその古代ギリシアにあるんですよね、起源が。その政治の有力者だとしてもその人がやったことに対して責任追及されるってことだよね。それって超法規的措置だったんじゃない、法律に違反してるんじゃないってこと、憲法に違反してるんじゃないってことで弾劾されるってことだよね。でここで有罪になったら当然その、まあ、アテナイとかだと結構激しい死刑とかになったりするわけですよね。だからその政治家が不正を行ったりだとか、まあ、徒党を組んだりしてもダメなんだけど、徒党を組んだりとかすると、ダメだというのがこの弾劾裁判でまずこう牽制されてると。で、まあ、もっとやべえのが刀片追放っていうやつなんだけど、刀片っていうのはあの陶器の刀ですよね、焼き物の陶器の刀に片方の型で刀片追放、つまり割れた壺の破片みたいなものにその名前を記して投票したから刀片追放って呼ばれてるんだけど、これ何かっていうと、その選手になる危険性がある政治家の名前を書くと。つまりカリスマだったらもう書いちゃっていいと。そいつがいいやつか悪いやつか関係ない、もうこの人がもうみんなのカリスマになって独裁的になりそうだったらもう書いていいわけです。で書くとどうなるの？で書いてもう一定の投票が集まると10年間追放されます。むちゃくちゃや。だからねこれ政治家やってる人って目立てないんですよ。なんじゃそれ。まあ政治家っていうか民会があるよね、はい、民会で目立ったら追放されるんだよ。もう出る杭打ちまくりやん。そうだから杭は出るなってことなんですよ。だからすごすぎるな、はい、で10年間追放されて、はい、一応10年間経ったら帰国していい、もう影響力だいぶ弱まったよねってことで帰国していい、それで追放された人は一応市民権とか所有権は保護はされるんですよ。まあ、だからその多分財産とかは保護されてるんだけど、とにかく10年間国に帰れなくなる、アテネじゃないとこに行かないといけないっていう。なんかみそろぎみたいな。これやばいよね。なんかこうね、まあ、まだ正義とか悪とか分かんないですけどあるのか、いい人でもそうなるわけです、まあ究極だから、まあちょっと人気ない人とかが多分されるんだと思います、こいつ危ないぞって思われたらやられちゃうから。本当にいい人で本当にみんなから人気あったら多分されないんだけど、まあ、そうか投票されないからね。そうそうそう、疲れてたら。なるほど、とにかくどんな理由だろうが投票されたら終わります、これは。あちゃーすごいね、恐ろしいよね。だからそのアテナイにおけるその指導者層の人たちとか、まあ、民会で発言権がある人たちっていうのは常にこの弾劾裁判されたりだとか刀片追放されるっていう危険性をはらみながら緊張感の中で発言をしないといけないわけだよね、ちゃんと民衆の目を意識せざるを得ないシステムなんです、そう。はあ、なるほどね。これをもって
まあ、ここまで徹底してやってたのがやっぱり古代のギリシアしかなかったんで、そのダレイオスとかの議論の中で民主制の話出てきたけど、ここまで徹底してないし、そんなにルール化もされてないし、制度化もされてないわけだよね。でも彼らそもそも民主制してないし、なんでその色恋族とか合議制とかしてるんだけど、こんなに徹底したのはやっぱり古代ギリシアだけだよねっていうことで、古代ギリシアがやっぱりその民主主義的なことをやってますよね。確かにね。でこの民主主義的とは何かみたいな話がそもそも僕は今定義せずに喋ってるから、見解分かれるとこだと思うんですけど、その話後で出てくるんで後でしますね。なるほど、はい、はい。という感じでかなり徹底してやってたよということです、しかしですね、この民主主義的な、まあ、アテナイのその政治体制っていうのには常に実は批判者が存在していました、だからこの民主主義の問題点を指摘し、その存続可能性を疑う声っていうのはね、実はね、民主主義がね発生した瞬間からずっとあったの。まあね、でこの時何が言われてたかっていうのを紹介しますね、デマゴーグってやつですね。つまりポピュリズムです、はい。古代ギリシャにおける民主主義を誤った方向へ導いた存在として、まあ、しばしば指摘されてたのが先導者っていう意味のデマゴーグっていうやつですね、で彼らは自らの野心に従って大げさな言葉や振る舞いによって人々の注目を引きつけると、そして民衆におもねってですね、権力を握っていくんだと、でこのようなデマゴーグが跋扈することによってアテナイの民主主義っていうのは、まあ、どん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 衰退していたっていうふうに言ってる人がいるわけですよね。でこの例として、まあ、よく出てくるのがシチリア遠征、スパルタと戦争するペロポネソス戦争っていうのがあるよね、これシーズン2で喋った戦争なんだけど、このペロポネソス戦争の時にアテナイがですね、その空前の規模の軍隊っていうのをそのシチリアに送るんだけど、大敗しちゃうんですよ。負けちゃう、負けちゃう。でこの時、まあ、負けちゃったことをもってポピュリズムだって言ってんだけど、この戦争を支持したのが民衆だったんだよね。でこの時さっき出てきたペリクレス、あの改革した人ですよね、民主主義改革をした人のような圧倒的な指導力を持った人がこの時どうやらいなかったらしいんですよ。いなかった結果、その指導者たちっていうのは民衆に迎合したっていう風にトゥキディデスっていう人が言ってます。なるほど。この人も昔の人なんで、昔の人がこの昔の現象を見て、当時圧倒的な指導力を持った人がいなかったので、各政治家たち、まあ政治家って言っても全員政治家なんだけど、市民は、あの指導力を発揮した人たちっていうのが民衆の意見に迎合してしまったと。で迎合した結果、なんかあんまり未来を考えずにその場その場しのぎの感情で動いちゃったと。その感情で動いた結果、勝てるはずのない戦争にいて思いっきり負けて、アテナイっていうのは水運の運命をたどっていくんだっていう意味でのポピュリズムとして、まあこれが言われていたりすると。なるほど。まあ、あとよく言われるのがソクラテスの処刑だよね。なのプラトンが指摘してるんだけど、やっぱりソクラテスのような非常に賢い人が、そのあの人はさ、あの無知の知とか言ってさ、論破していくわけだよね、はい、いろんな人、俺は賢いぞって言ってる人に対して、あなた何知ってるんですかみたいな、問答法みたいなやつじゃない、何も知りませんよねみたいな結論を持っていくわけですよね、お前何も分かってないのに、なんか知ってるとか言って言ってるよね、それってバカよりバカだよねって言ってる処刑されそう処刑されそうそれを、まあ、あらゆる人間にやった結果、めちゃくちゃ嫌われ、なんかすげえ変な考えで民主を扇動したっていう罪で彼は処刑されるわけだよね。でそれを見てプラトンはあんなに賢い人を処刑するなんて、なんて民主はバカなんだっつって、鉄人政治っていうのを唱えるわけですよね。要はその民主主義なんてやめちゃえっていうわけだよね、はいはい、こういう感じでポピュリズムは実はこの時から批判されてた、指摘されてたんだよな、特にインテリが批判してた、まあね、まあ、分かるというか、そのありそうっていう意味で分かる、今も民主主義の危機を指摘してるのはどちらかというとインテリ層の人たちです、インテリ層の人たちから見るとね、やっぱりその SNS とかで簡単に惑わされる自分の考えを持っていない、情報をあんまり持ってない人たちが扇動され、その人たちが投票権を持ってることによって国の政治みたいなのがダメな方向に行くんじゃないかという危機感をやっぱり持つわけですよね、はい、これもうね、民主主義があの発生した瞬間からインテリがこう思ってるわけですよね。ちょっともう個人の自由にバランスが傾きすぎて、もうだいぶバグるよねっていう話を言ってるんですよね。そうなんですまさにね。そう、で民衆はもう自分の気まぐれで判断しちゃうっていう。民衆ね。で、まあ、あの前も言ったけど、ちゃんと教育が行き届いてなかったっていうのも今とまたかなり
さらにこの時そうですよね。だけど今も言われてるのはその結局民主主義の制度のことも理解していないし、まあまあまあ、その金融のことも理解していない、政治のことも理解してないし、情勢のことも国際情勢も理解してないような人たちが動かしているんだっていうのがインテリジェンスの感じてる危機なんで、もう構図としてはマジで全く一緒だなっていうふうに個人的には思ってますけどね。はい。でまあ、あの今ですらそうなのだから、昔は本当に読み書きもできない人だから、なおさらその当時のプラトンとかからするとそうだし、まあ例えばアリストテレスが言ってるのは、まあ支配体制って3つあるよねと、まあこれダレイオスが挙げた3つと一緒ですよね。民主制と、まあ下等制、まあこの人が言ってるのは貴族制って呼んでんだけど、貴族制と、あと独裁制ってあるよねと。でそれぞれでダメなバージョンみたいなのがあるよねって言ってるんですよね。すごいカテゴライズする発想がすごい。この人はとにかくカテゴライズがすごいですよね。とにかく論理的な人ですよね。でダメになると、じゃあそのどうなるかっていうと、独裁制は専守制っていうのになるよねと。で貴族制は下等制になりますよね。で民主制は修具制になりますよね。でそれぞれその統治にあたる人間が公共の利益ではなくて私的利益に突き動かされることによって、それぞれの形態っていうのは全部堕落していくんだっていう話をアリストテレスはしていると。わかる、うん、それぞれだからダメなパターンがあるってことですね、うんうん、でアリストテレスはこれらの堕落形態の中で、まあ、一番最悪なのが専守独裁制であるって言ってるんですよね。まあ、アテナイ人っぽいよね。独裁制嫌いなんだよね、だからね。でその次に悪いのが、まあ、下等制だと。で一番マシなのは一応その民主制だ、修具制が一番マシだと彼は言っていると。なるほど、まあ、チャーチルと似たようなこと言ってるってことになるよねこれね。でアリストテレスにとって、まあ民主制っていうのは多数のなんか貧しい民衆による支配というやっぱ否定、ネガティブな側面を持ってたんですよね。ただ、まあ後でプラトンの話が出てきますけれども、アリストテレスはプラトンよりは比較的にこう民主制を肯定的に評価してたっていうふうに言われたりもしてるんですよね。でアリストテレスは一応その民主制に対して次のようなメリットを指摘してるんですよ。多数の人が集まるじゃないですか。で一人一人の人は優れた人間とは言えないけれども、それでも全員が集まれば少数の人よりも個人としてではなく全体として勝ることがあっても良いからである。なるほど、まあ、それは何かというと、互い一人一人はまあバカでも互いにいろいろ持ち寄ってお互い補い合ったら全体としてまあ結構ベターなものになるんじゃないかなっていうことを言ってるんですよね。まあ、3人よれば文字の中的な考えですよね。あともう一点、彼がその民主制のいいポイントとして挙げてるのは、専門家でなくても正しく判断できるんじゃないかっていうふうに彼は言ってるんですよね。まあ、彼が例え話として出してるのは、家の良し悪しを判断するのはそれを建てたものだけではなくて、それを使う側が実はよく判断できたりするんじゃないかっていう、要するになんていうか、こうユーザーの方がこの制度をうまく使う可能性だってあるんじゃないのっていうふうにアリストテレスは言ってるんですよね。まあ、これはあくまで彼の論点ですよ。まあね、いろいろ多分なんか反対意見を言うとしたらいろいろ言えると思うんですけど、これはめちゃくちゃ言えそうな論点だけど、まあまあでも分からんでもない、はい、そう、はい、でまあプラトンはさっき言ったように民主主義に対してはすごく批判的で、はい、まあ、ソクラテスがやっぱり殺されてしまったことを受けてそうなったというふうに言われてるんですけど、まあ、そもそも多数者の決定だからといって正しいって限らないよねって言ってるわけですよね。で政治家っていうのは自らが道徳的であるだけでなく、人々を道徳的に統治していく力、つまり人々をさらに道徳的にしていく力っていうものを持つべきだろうと。でそのような力を持っている人っていうのはかなりすごい人だろうって思ってるわけだよね、はい、でそれはその鉄人っていうね呼ばれる、哲学の鉄ですね。そうですね、はい、うん、まあ、あのアイアンマンの鉄じゃない料理の料理の方じゃない、料理の鉄人じゃなくてね、はい、分からんかな、はい、みんな世代的にごめんなさい、はい、いや今あの料理の鉄人ちゃんとアメリカでやってるから、あそかそかいいね、そどうでもいいんだけど、はい、はい、だと言ってるわけですね。その鉄人っていうレベルの人間じゃないとできないよね、はい、と言ってます。で彼が言ってる概念で一つ出てくるのがオス蜂、あのオスの蜂ですよね、 B ですね、オスの蜂っていうのがいるよねって話をしてるんですね。このオス蜂って何かっていうと、オス蜂にあたる人たちっていうのは下等性、まあ、貴族性の世では役立たずでブラブラしてると、のけ者扱いされていてるんだけど、民主性の世になるといきなり元気になって勢力を拡大するんだと。でこのオス蜂は針を持ってないんだけど、時に針を持ったオス蜂が登場して演説をしまくってね、他のオス蜂たちはその演壇の周囲に集まってブンブンとやかましく同調するんだと。で民主性にあってはほとんどあらゆることからこういう種族によって管理されてしまう。
このオスバシ族っていうのは金持ち階級に群がってそこから蜜をすすっていってこの民衆という働き鉢みたいな人たちを先導してこう物事をダメにしていくんだみたいなね、うん、これ嫌いやね多分嫌いなオスバチの感情がすごい感情入ってるからそうね嫌いですねこれね、うん、なんでなんかこのオスバチっていうなんかずるいやつがその金持ちにもいい顔し民衆にもいい顔しどちらともにもから蜜を吸いながらやってるってことになりますよね、はいはいはいうん、まあデマゴーグを指してこう言ってるってことになりますねはいはいはい、はい、いやいますよねって感じですねそういう人たちもそうですね、はいまあ、こういうような指摘が昔からされておりました、うんでそのアテナイがこのあとさっき言ったその七里亜遠征失敗してデマゴーグになったって話をしたじゃないですか、はい、でその後どうなったかっていうのをちょっと軽く紹介して今回終わりたいと思うんですけど、うん、結構瞑想していきますうん瞑想していくんだけどなぜかこのあと民主主義最盛期を迎えるんだけどねへ一瞬民主主義の最盛期を迎えるんだけど、うん、一応なんか全体で見ると瞑想してるっていうふうに言われてるんだけれども一回民主制がね崩れるんだよね旧貴族派がすごくこう巻き返していって、うん、その下等政治が成立したりするんですよね、うん、あと選手とかがまあ出てきて、まあ、それまた下等政治を繰り返したりするんですけれども、うん、結果としてはねまた民主制が復活しますおだからスパルタに負けてスパルタが作った政権みたいなのは下等制をやってたんだけど、うんまあ、結果的にもうよっぽどアテナイの人はやっぱ民主主義に誇り持ってたみたいで、うん、戻すんだよねすごい、うん、でも一回成功体験があるからだろうねそうだね、うんなるほどうん、でこの下等派の人たちと和解して、うんまあ、報復の連鎖を断つと、うん、もう報復しないから民主主義に戻させてくれみたいな感じにして、うん、で民会やその民衆裁判所で議論を行って改めて民主主義の原則っていうのの維持を確認し法の地位を確立して法みたいなものをちゃんとなんていうかな通常の民会の決議と法みたいなのを分けて考えるみたいなことをちゃんとやるみたいなのを改めてやって民主主義っていうのを改めてね作り直すっていうのをやりますすごい、はい、でここで再度ね民主主義っていうのが発展していくんだけどここで興味深いのはですね違法提案に対する控訴っていううん、グラフェーパラノモンって呼ばれるらしいんですけど、まあ、こういう概念がここで出来上がると、はいはい、民会や評議会で法に反する提案がなされたと思われる場合はその提案者を告発することができるっていうね、うん、そうすると議案は廃案になって決議は執行する、うん、これだから違憲立法審査権なんですよねへー憲法みたいなこの時まだないんだけど、うん、そのいわゆる憲法っぽいムーブができるってことだよねこれは憲法に反してるからなんていうか決議されたけど違うだろみたいなことを言える法律みたいなものがあって、うん、民会の決議をそれが牽制するみたいなこれによって民会の決議っていうのをモニタリングする牽制機能を持つみたいなことをその、うん、この時すでにねもう実現してるんですよへーなんかね、すごいですね。憲法ないのになんかみんな共通でこれが大事だろみたいなのがまずあるっていうのは、うん、そうですよね。なんかすごいし、はいうん、まあ憲法に実際に文字として書かれる意味でのその法律とか憲法っていうのは、うん、まあ実はそっちの歴史の方が浅いんですよね。うん、自然に形成されたこう慣習だったりとかルールみたいな倫理観で動くっていうのが、まあまだそっちの方が歴史は古いかなと思います。うん、なるほどね。うん、はい、まあこのような最盛期ですよね民主主義のシステムとしての最盛期みたいなのをこの時に迎えるんですけれども、うん、ペロポネソス戦争の後にね、うん負けたんだけど最盛期を迎えるんだけどこの後じゃあアテナイがどうなるかっていうとアレクサンドロス大王に80年後に滅ぼされると、まあ、これによってアレクサンドロスさんはまあ帝国作りますから、はいまあ、完全に民主制がここで終了してそれ以降フィニッシュっていう、ねはいまあ、こういう運命をアテナイは辿っていきますなるほどはいなんか揺れ動くな、過当になったり、うんまあ、そうですよね、うん、まとめるとね要するにアテナイの民主制ってどういうものだったかっていうと、はい、その支配者の座につく個人の存在っていうのを、まあ、もうずっと許さないと、はいはいはい、で任期も1年とかだから、うん、評議会とかもね、うん、とにかくずっと支配者の座にいるみたいな人も一人もいないと、うん、でたまたま権力を委ねられている人っていうのがまあいたりするんだけど、うん、その行使に際してもさっき言ったその違憲立法審査権みたいなのもあるし、うん、あの当変追放みたいなのもあるから、うん、下手なことできないわけだよね、うんうん、追放されちゃうと、うん、で後で追及されるってことも起こりうると、うん、弾劾裁判もあるからね、うんうん、っていうその単純なんだけどすごく明快な論理で成り立っていたと、うんうんうん、で、まあ、誰もがその政治に参加することができると、うん、なんだけれども一旦公職者になった以上は
その責任っていうのがもうガンと終わる必要があるわけだよね、うんうんうん、なのでこの責任っていう概念がねなんかすごく強く存在していたよねと。なるほど、責任っていう概念ね、うん、だって下手な発言すると10年間追放されるのが全員適用されてるわけだから。そうね、すごい責任じゃないですか。すごい責任ですよね。民会に行くってそういう責任を持ちながら行かないといけなかったし、持ちながら発言しないといけないっていう環境に自らを置いてたのがアテナイの市民であったというふうに言えるかなと思います。そうね、うん、いやだからなんか言う権利もあるけど、うん、言ったことでやばい状態になるっていうリスクもあるみたいなっていう、まあ、うんね、状態を作ってたという意味では、まあ、この時代においてもかなりの制度を作っていたんですよね、はい、うん、でこの後、まあ、ローマで共和制っていうのが出てきて、このアテナイの民主制と共和制がどう違うのかもこの後で説明しますが、ローマでも共和制が出てくるし、そのローマが滅んだ後のイタリアでも実は共和制っていうのが出てきたりするんですね。だけど基本的にはさ、その後さ、ヨーロッパ世界っていうのはさ、王政だったり皇帝が出てきたりとかさ、うん、するわけじゃん。全然いますよね、その後民主主義じゃない、ね、全然民主主義じゃないです、ずっと、うんね、はい、うん、でその話を次します、はいはい、次回はその全然民主主義じゃなくなるんですよね、うん、ヨーロッパ全体が、うん、だけどその中でもローマとイタリアだよね、イタリア結構、うん、なんか共和制っぽいの結構ずっとやってて、うん、それがどんなもんだったのかっていうのを説明をしていきたいなと思います。なるほど、はい、いやーなんかね結構完成してるみたいなイメージはここだけ聞くと感じますけど、うんうん、いや何がどうなってどうなるのかっていうのがねちょっと興味ありますね、うん、はい、なるほど、じゃあ本日は以上ですかね、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。